携帯1、2、3台持ったからいいね。一つメモリーいっぱい。あのね、ふと考えつないだ友達は知り合いが13人おるから、一人ずつ100万やる。世話になっとるからね。俺人間死んだらそれと悪いやからね、100万もらったからって、宝じゃ当たるの別やけど。あれも当たっても大丈夫ないな。ガーシー君もダメやね。あれ変なことせんかったら、ただ言ったでしょ、ね、変なことしたんだからね。だから帰ってこれ。だから、それとあの、青汁王子も13億で、10億もあげたし。あとバレーボールのやつ500万円ずつ毎日もあげてるし。だからダメだね。そんなこと。何やったか、今の喋ること。あ、友達に100万ずつなやる。これなぜかやれるかというとね、あの、大和川ホームレスの PDF が3万文字出来上がってるんですよ、ビジネス本ぐらいね。それで PDF で大体売るでしょ、ライブ配信とかやれる。あれは売れる。1000円で売れんかったら100円でもいいからね。1000円で100万円言ったら何倍や。1万文ぐらいか。100円で500円でもいいから、300円でもいい。でノートが意外と売れんねん。ノートが売れんねん。URL 宣伝してないから。だから100万やる。ええー、ねえ、タクボンと CJ になった。俺昔からこんなこと言っとったんです。あいつな、あの、俺のとこ来てホームレス来てな、もうちょっとちゃんとしたら、なんかしてやるのにと思うけど。いつも本当になりました。思考は現実化。以上。